どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こういう格好してるということは今日もスーツの動画ではないですよ。私またお買い物、今回は2点ですよ。まあバイクは欲しいものがいっぱいありますよ、車と違って。まあ車もいろいろあろうと思います。で、何を買ったかというと、これはですね、川崎 Z900RS 用 G2 プロテクションタンクパッドということでですね、はい、タンクパッドって言ってこう Z900RS のタンクありますやんか。オプションでタンクパッドは僕つけてるんですよ、純正のやつは。上の部分にね、あれはタンクは傷つかないためにやるんですけども、どうしてもこうタンクってこう鍵が当たったりとか、こうニーグリップってこうちょっとなんか擦れたりとかしてツルツルするわけですよ、タンクが。パッドがついてない部分ってこと。そうなんですよ、タンクそのままにこうニーグリップして挟むん で、あんまりやったらこう、まあ、傷ついても気を打ってこれこうたんですよ。隠れちゃうじゃないですか、火の玉カラーが。そうなんですよ、だからね、かっこ悪いんですよこれつけない方がほんまはいいんですよ。見た目にこだわりたい方はあまりおすすめしない。おすすめせんね。だから透明なやつやる方もおるんでね。あ、これ Z900RS RS やね。これ横のこういう風になる、こういう、うん。で、これはもう俺ついてるからこれは使うとこかなと。それとこの側面の部分ですね、結構細いね、ちっちゃい、こんなやつです。これまあ貼り付けて、まああのまあ、どんなになるかっていうのを、まあ、やってみます。で、ない方がやっぱかっこいいですよ、うん、あのそれは間違いない。うん、やめてたかな。いや、まあええやん、もうやろう、もうこうたからね。これでも5000円なんもすんだよね。安っ。おお、そうちゃんとあの勉強してるやないか。なんでも安いって言ってたらお金が回り込んできますよね。高い高いで買えへんかったらお金回す。これはですね、ステムカバーやのかな、エンブレムって言って Z900RS の前の部分でフォーム丸出しやねん。フォームをちょっと隠すようにカバーをしましょうかっていうものです。これ今からつけていきますよ。これどんなものかというとですね、こういう、ああいい、かっこいいかっこいい、こういうやつですよ。これを、フォームの前にやってみようかな。これが、これ2800円やろ。これないとつけれないってことですか。そうそうそう、これしたかでネジ止めるとこないから、こういうステー、3つまたエンブレムステーっていうやつを入れてネジの穴を作ってここにかぶすバイクのパーツって、うん、ないとつけられへんのにこれ単品で売ったり、なんか使い回しを考えてるんですか前。いやー、まあまあこれ多分使い回しないな。このステーを変えてこれ Z900RS って書いてるやん。そう、これセットで売ってくれよって思う。思うね、それはある、確かに。なんでいちいち別々にすんねやみたいな。うん、ちょっと大阪弁おかしかったな。いちいち言うのかな。いちいち、うん、いちいち、これ見て、これ川崎ステムエンブレムって書いてあるやろ。 Z400FX マーク2とかこう書いてあるってことは、これは別に他の写真でも使い回しですよ、これ。でもこれだけ売ってもつけれないっていうことなんですよ。皆さん気をつけてくださいね。じゃあ動画をはいやって、そのまま終わりますんで、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。そういう終わり方、そういうこと。これ6個かかってないかな。躊躇なくいきますね。どういうこと。当たってる。もうサイズ分かった。後ろ大丈夫かな。ねえ、怖いですよね。向こうからこのままできたら。これめっちゃむずないっすか。もうはっきり超むずやっと手伝ってくれたね俺の結果なんでかなちょっと僕なんか邪魔かなと思う。なんかすげえ斜めになってうせえ。あ、いけてるか。何さ嘘つけんのそれできるんやな、あ、できるできる、監督強くいく。すげえ入れにくい監督。お前にもすごいな。いやな、お前あ、もうでもあんま感覚されてない。
キンキン言うてるけど大丈夫なあ。もう硬いっすね。うん、反対もいかなかった。あ、これ最後はこれでいこう。もうちょいここの持ち手が長かったかったんですけど。はいはい、で、これをえ、どういうですか、こうかな。そうじゃない、でも違いますよ。明らかに交差してますもんね。なんか締めたら何かが起きるとかそういうことですか。いや、これ締めだって。こいつパソコン抜けこうやってこういうことやろ。でもそれ、いや絶対そうや。もういい、俺もうこれ間違ってるの、これでいくわ。なんかめっちゃぐらついてる。お前それおかしいやろいや、なんか違うんじゃないですか、やっぱり。いや、本部長、一回この説明書通りにやってみるっていうのが一つの提案。いや、絶対外れるって。これでいいじゃん。これは。すげえぐらついてますよ、ね。ぐらつくようにしたの。車体へ固定し、ウェルナットをセットして、ステームエンブレムにボルトを差し込んで、ウェルナットに固定してください。ということです。どういうこと？要は、絵の通りやれってことです。いやいや、いいよ。でも、僕は取れると思う。いや、俺も取れると思う。言ってしまった。ほんで、これ、ここはちょっと奥にしといてもちゃんと。こういう。これな、これワックス、油分取り、シリコン。こうやな、これやな。こういうことやろ。すごい力よ、これ。なんで？これ結構。これでいい？変じゃないの？